ボリス・ベッカーは、旧西ドイツライメン出身の元男子、プロテニス選手、プロポーカープレイヤー。2歳年下のシュテフィグラフと共に、ドイツのテニス界の黄金時代を築いた、スター選手だった。四大大会通算、6勝を挙げる。ATP ツアーでは、シングルスで四大大会6勝を含む49勝、ダブルスで15勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス1位。 ダブルス6位。フルゲームはボリス・フランツベッカーという。2008年よりプロのポーカープレイヤーとしてのキャリアをスタートさせた。またオンラインポーカーを運営する会社とすでにスポンサー契約を結んでいる。オープンスタンスから放たれる強烈なサーブは、ブンブン、サーブという愛称で呼ばれたビッグサーバーである。ただし、サーブの名付け親とされる敏郎が 本人に了解を求めたところ、東京の大会で初めて試したので、東京サーブと呼んでほしいとの返答だったという。1984年にプロ転校。1985年、ウィンブルドン選手権にて、大会史上最年少の17歳7ヶ月で初優勝を飾る。世界ランキング38位のノーシードから勝ち上がり、決勝で、 南アフリカのケビン・カレンを6から3、6から7、7から6、6から4で破った。破れたカレンはコナーズ、マッケンノーラを破って勝ち上がったが最後は17歳の新鋭の前に駆使した。翌1986年にも同選手権で決勝に進み、悲願の初優勝を目指したナンバー1のイワン・レンドルを破り、18歳で大会に連覇を達成。 1987年はまさかの2回戦敗退に終わったが、1988年から1991年にかけて4年連続で同選手権の決勝に進出する。そのうち1988年から1990年までは3年連続でステファン・エドベリと決勝で対戦した。1989年はエドベリを破って優勝を果たしたが、 1988年と1990年には敗れている。1991年にはテニス4大大会史上初のドイツ対決の決勝をミハエルシティヒと戦ったが、一歳年下のシティヒにストレートで敗れ、三度目の準優勝となった。その後もウィンブルドンでは1995年に準優勝するなど好成績を出し続け、ウィンブルドンでは 通算71勝を挙げた。ベッカーはダブルスでも通算15勝を挙げたが、その中には1992年バルセロナ五輪の男子ダブルスでドイツ代表選手としてミハエルシキヒットペアを組んだ金メダルも含まれている。ベッカーはウィンブルドン選手権で3度の優勝、4度の準優勝など大活躍し、ウィンブルドン71勝はコナッツ・フェデラーの84勝に次ぐ。 歴代3位の記録である。ベッカーは1989年にウィンブルドンに続いて全米を制し、初めてウィンブルドン以外のグランドスラムタイトルを獲得した。その後1991年には全豪オープンでも初優勝を果たし、キャリア終盤の1996年には2度目の全豪制覇を成し遂げている。1996年の全豪決勝では、 ベッカーと同じく17歳でグランドスラム初優勝を果たしたマイケルちゃんと好勝負を繰り広げた。ベッカーの全仏オープンの最高成績はベスト4である。ベッカーは全仏を筆頭にクレイコートでは一つもタイトルを獲得できなかった。年間最終戦でも長く活躍し3度の優勝、5度の準優勝を記録している。ベッカーは多くの選手たちの間でも 才能では一番という声は強かったが、要所で勝ちきれず世界ランク1在位はわずか12週で、ライバルのエドベリの72週と比べずっと短い。ウィンブルドンや年間最終戦などでも決勝には多く進出するが、準優勝が多く、勝ちきれない面がよく出ている。ボリス・ベッカーは1999年のウィンブルドン選手権4回戦でパトリック・ラフターに敗れ、 現役引退を表明した。2003年に国際テニス伝道入りを果たしている。2013年12月18日、ノバク・ジョコビッチのコーチに就任することが発表されたが、2016年12月6日に、ジョコビッチのオフィシャルサイトにて、コーチ契約解消が発表された。ベッカーはよく、ステファン・エドベリトライバル関係として語られることが多い。その最大の要因は、 ウィンブルドン決勝で3年連続で対戦したことである。また、1991年の決勝では、シュティヒと対戦したが、シュティヒは準決勝で、エドベリを4から,から6、7から6、7から6、7から6で破っている。この試合エドベリは一度もブレークされておらず、紙一重のところで4年連続の対戦が実現しなかったことになる。 なお、両者のグランドスラムでの対戦は、この3度以外では1度しかない。この3年連続の対戦は、エドベリの2勝1敗に終わった。また、世界ランク1位在位でも、エドベリ72周に対し、ベッカーは12周にとどまっている。このことから一見エドベリの方が優勢だったかに、見えるが、実際にはこの両者の35度の対戦では、ベッカーが25勝10敗と、 対象している。また、1位では、エドベルが長いが、トップ5やトップ10の在位集数,数は、ベッカーの方が長い。しかし、要所の対戦では、エドベルが勝っており、このことが、両者のライバル関係を強調すると同時に、ここでも、ベッカーの要所での弱さが露見している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退。RR イコールラウン敗退。Q イコール予選回戦敗退。LQ イコール予選敗退。A イコール大会不参加。P イコール開催延期 WG イコールデビス。Z イコールデビス地域ゾーン。PO イコールデビス。G イコールオリンピック金メダル。S イコールオリンピック銀メダル。SF。B イコールオリンピック銅メダル。NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。1984.8587年の前後は96ドローである。ありがとうございます。